イボカロビッチ、イボカロビッチ、アイボカーラビッチ、1979年2月28日帯は、クロアチアザグレブ出身の男子プロテニス選手、カルロビッチとも表記される。自己最高ランキングは、シングルス14位、ダブルス44位。これまでに ATP ツアーでシングルス8勝、ダブルス2勝を挙げている。2017年6月現在、ATP ワールドツアー歴代2位の、 年長優勝記録保持者ある37歳5ヶ月。男子プロテニス界で最も大柄な身長を211センチメートル、体重104キログラムの体格から繰り出す強烈なサーブを持ち味とし、通算サービスエース数歴代1位記録を保持する。カロビッチは父親が気象予報士、母親は農業従事者という家庭に生まれ、6歳からテニスを始めた。 2000年にプロ入り、転校後はしばらく下積み生活が続いたが、4大体開発出場となった2003年ウィンブルドンで、一躍世界の注目を集めた。当時世界ランキング203位の予選勝者だったカロビッチは、第1シードの前年度優勝者、レイトンヒューイットを1から6、7から6、6から3、6から4のスコアで倒した。ウィンブルドン選手権の歴史において、 男子シングルス前年度優勝者が1回戦敗退を喫したのは1967年のマニュエル・サンタナ以来36年ぶり2人目の出来事だった。カロビッチはこの大会でマックス・ミルヌイとの3回戦まで進出した。この午前米オープンでも予選を勝ち上がりチャンシャル県との3回戦まで勝ち進む。年初に217位だった彼の世界ランキングは年末には72位と 大幅に上昇した。2004年は、ウィンブルドンで2年連続の活躍を見せ、ロジャー・フェデラーとの4回戦まで勝ち上がった。それからアテネ・ゴリンにもクロアチア代表選手として、初出場し、シングルス3回戦でカルロスモヤに敗れた。2006年全豪オープン男子ダブルスで、ヤン・ヘルニチと組んでベスト8に入り、2月末の全米国際インドアテニス選手権で、クリス・ハガードと組んで、 男ツアーダブルス初優勝を果たしている。ウィンブルドン1回戦でヒューイットを破ってから4年後、2007年に男子ツアーのシングルスで一家の通り、年間3勝を獲得した。2008年には、ノッティンガムオープンで2連覇を達成する。2008年8月18日付で、彼はシングルス自己最高ランキング14位を記録した。 2003年の衝撃的なデビューの後、彼は、ウィンブルドンで2005年の2008年まで4年連続の1回戦敗退に、とどまっていたが、2009年ウィンブルドンにて、久々に芝コートの大舞台で活躍を見せ、初の準々決勝に進出した。準々決勝では、5年前の4回戦と、同じフェデラーと対戦し、3から6、5から7、6から7のストレートで敗れた。 デビスカップ2009準決勝チェコ戦のラデクステパネク1 0で78本のビスエースを決め1試合のサービスエース数歴代最多を更新したこの記録は2010年ウィンブルドン選手権のジョンイズナー対ニコラ・マユの史上最長試合でイズナーが113本で更新マユも103本決めカロビッチの記録は歴代3位となった2011年3月5日 デビスカップ2011ワールドグループ1回戦、クロアチア対ドイツのダブルスで、歴代最速サーブとなる時速 251km を記録した。この記録は2012年5月に時速 263km を出したに、更新されている。2012年2月のデビスカップ2121 21回戦では、ビーンズドームで日本と対戦した。カロビッチは西コリ K56 から4。 6から4、6から3、添えた号を7の6、6から1、6から4で破り、ダブルスも制して3勝を挙げ、日本に勝利した。2013年春には、ウィルス製髄膜炎で、ツアーの離脱を余儀なくされ、ランキングは100位以下に低下してしまったが、7月のコロンビアオープンで決勝に進出し、アレハンドロ・ファジャオ63、76で破り5年ぶりのツアー5勝目を挙げた。 2014年シーズンはサービスエース数1,185本、ファーストサービスポイント率84%でツアー1位を記録。サービスゲーム勝率93%、ブレイクポイントセーブ率72%は2位にランクインした。2015年1月カタールエクソンモービルオープン1回戦にて通算サービスエース数9,000本を達成。ご覧にはニセビッチ。 アンディ・ロディックに次ぐ、史上3人目の記録。また準々決勝で、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチを6から7、7から6、6から4で勝利した。2月のデルレイビーチオープンで、ドナルド・ヤングを6から3、6から3で勝利し優勝。35歳11ヶ月での優勝は、大会最年長で1989年のジミー・コナーズ、37歳1ヶ月以来の、 ATP ツアー年長記録。6月、テリー・ウェーバー・オープン準々決勝対、トマー・シュベルディハ戦にて、サービスエースを45本決め、サンセットマッチの男子シングルス最多サービスエース数の、新記録を更新した。10月、チャイナ・オープン2回戦対、パブロク・エバス戦にて、サービスエースを26本決め、キャリア通算でのサービスエースを1247本とし、 ご覧いいわ、ニセビッチの持つ記録を更新して、歴代でのやりや通算サービスエース数で1位となった。2016年7月のテニス伝道選手権では、決勝でジルミュラーを6から7、7から6、7から6の接戦を制し、優勝。この優勝は37歳4ヶ月の優勝で、ATP ワールドツアーで、マーティリー戦に次ぐ歴代くらいの年長優勝記録となった。 翌週のシティオープンでは500シリーズの決勝に初めて進出するが、ガエルモンフィスに7から5、6から7、4から6で敗れた。2017年前豪オープンの1回戦では、オラシオセバジョスト6から7、3から6、7から5、6から2、22から20の5時間14分の試合で、サービスエースを75本決め、歴代4位の記録を作った。 ロスマーレングラスコート選手権では第1シードのマリンチリッチにフルセットで勝利し決勝進出。しかし決勝はジレミュラーに敗れた。現役男子プロの中でも群を抜くビッグサーバーとして知られるカロビッチだが他にもサーブにまつわる様々な記録を残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。